こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ね何話そうかななんて思ったんですがね、先日ね怒りを鎮めるコツっていうね動画を上げたんですがね、その続編みたいな感じになるんですが、その時はね自分が怒ってしまってる時どうやったら怒りを収めるかっていう、そんなね話をしました。一つ目がね深呼吸をする、それで二つ目がゆっくり話すっていうことなんですが、今日はねその続編として相手、自分でない相手がね怒っている時にねその怒りを鎮める方法っていうことでね、参考にしたね動画の方が同じね、方が、続編みたいな形で話してたんでね、それをね話してみようかななんて思います。それでね、相手の方がすごい、怒ってる時っていうのはね、それにねこう、自分こう怒られてると自分もねどんどん発火してきてしまって、売り言葉に買い言葉っていうねことわざもあるように、ことわざかなちょっとわかんないですけどね、お互いにねこう言い合ってしまったりすると、火に油みたいにね、収拾がつかなくなってしまうんで、相手がね怒ってしまった方をね、どうやったらね鎮められるかって言ったらね、自分がね怒ってる時にやる方法と同じなんですけど、ゆっくりね喋ってやる、といいっていうことなんですよね。相手がねすごく、熱くなってホットな状態の時、こっちがねゆっくりね、淡々とっていうかね、普通ぐらいのいつものスピード、怒るとね早口になってしまうってことなんで、普通のスピードでね話してやってると、だんだんね相手もねクールダウンしてくるっていうことです。相手がホットでこっちがクールですと、それのね、引っ張り合いっていうか綱引きなんですけど、だんだんこっちがねクールにいれば、相手のね熱くなってったことがねどんどん冷めてきて、それでこっちがね、そうですね、すいませんみたいな感じでね、これを早口でね怒りに任せに言ってると、その感情がね伝わってしまうんで、どんどんね向こうの沸点がねどんどん高くなってしまう、沸点っていうか怒りがねどんどん、膨らんでってしまうんで、普通にねあまりゆっくり話しすぎると逆にねバカにしてるのかみたいな感じになってしまうんで、普通にねこう対応してやる、熱くならないでこっちも怒らないで普通にねクールな状態でやってやると、それでねどんどん向こうがクールダウンしてくるっていうことなんですね。それでね、その動画のコメントにはね、クレーム担当みたいなこう電話でねオペレーターでしょうかね、コメント書いてたんですがね、大体怒ってる人っていうのはね結構かなりのねエネルギーを消費するんで、すごいね疲れてくるんで、長くてもね30分ぐらいしかね怒ってられないっていうことをね言ってたんですが、30分怒られるっていうのもね結構きつい話なんですけど、ゆっくりね、冷静に対応することによって、相手もねだんだんトーンが落ちてきて、それで沈めるっていうことで、直接ね何か言ってとかそういったあれではないんですけど、これもね一つ覚えておくといいかななんて思いまして、自分はねあんまり最近怒られるとかそういったのもないですね。昔は配達やってる時にね結構クレームとかね、自分のこうヘラヘラした、ニヤニヤして対応してしまったっていうことでね、すごく怒られてしまったとかね、自分のキャラ的になんかね怒りやすいんでしょうかね、他の人にはね怒らないんだけど、僕だけにねやたら怒るお客さんもいましたけど、自分のねそういうキャラだったからしょうがないかななんて、こう目線を合わせないっていうお客さんから避けてねいたっていう、そういったねキャラクターだったんで、怒られてもしょうがない場面っていうのは結構あったんでしょうがないんですけど、今そんなにね、お客さんと接するっていうことが少なくなったんで、怒られるっていうことがねなくなったんですけど、もしね怒ってる人がいたらちょっとこれの話をね思い出して対応しようかななんて、そんな風にね思いました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる。ありがとうございます。